古事記じゃなくて、日本書紀の方はね、うんうん、人型っていうのが出てくるんですよ。人型。うん。こういうのが人型ですね。神にこういう。うんうん、で、ここに名前書いて。うんうん、でね、何歳とか書いて、ほんで年、ね、うん、1回か2回か、神社に備えて、それに合わせ一人何本とか出して、払ってもらうんですよ。うん、の前がやってくれてるんですよ。いつも私らの分も。どこで？八坂神社。お願いしてるんですか？うんうんうん。それは、あなたが個人でやってるの？違う、母親がやってくれてる。あ、そうなんですか。ありがたいですね、うん。そこに名前書いて、住所は書かへんけど、年齢書くと、その、例えばあなたの名前を今書くとしますよ。うん。だったら、そこにあなたの人間から出てくる罪、汚れとか、問題点とか、そこに映し出されると。うんうんうん、そう見るんですね、うんうん。で、それを、お払いしてもらうことによって、それが流れるってことですね。だから、病気やとか、うん、欠点やとか、うん、いろんな、何々が見つからないみたいな、問題点とか、そういうのも、の悩みとか、そういうのも消えるわけですね。うん、悩みとかも、汚れの現れとか。ああ、うん、そういうふうに捉えるんですか。悩みも汚れか。